大熊忠義は、大阪府羽び野の市出身の元プロ野球選手、コーチ、解説者。浪小高校では3年時の1961年、2年生エースの尾崎幸夫を子、し、2番、三塁手として、春夏の甲子園に出場。春の選抜では準々決勝で、法政二高に敗れたが、夏の選手権では順調に勝ち進み、決勝で、 東院校1から0で下し優勝を飾る。大熊は23打数8安打、打率348を打って貢献した。高校同期に大塚渡る年を住友平に学年下に高田茂がいた。卒業後は近畿大学に進学し、2年時の1963年に先輩が阪神タイガースの入団テストを受ける際に、 カバン持ちとして付き添ったところ、青田のボルヘッドコーチがマイクソロムコのユニフォームを渡して、打ってみろと勧誘。これに応じて打席に立ったが、ところがこの写真が新聞に掲載され、プロアマ規定違反として、大熊の退学、または野球部の1年間の出場停止という処分が下り、大熊は中退を選択した。1964年に阪急ブレーブスへ入団し、 三年目の1966年には、主に三塁手として11試合に先発出場するが、ダリル・スペンサーらの控えにとどまり、外野手に転向。1967年からのリーグ3連覇に貢献し、1968年には左翼手のレギュラーをつかみ取って一番打者を任され、初めて規定打席にも到達して、ベスト108位の打率、285マーク。 1969年は、矢野清が左翼手に入ったため中堅手に回り、巨人との日本シリーズでは、全6戦に先発して23打数8安打に、打点と活躍。1970年から左翼手に戻るが、この年から福本豊が一番打者となって、通るようを取るようになると、つなぎ役の2番あるいは、買い打線に回って活躍。1971年には、 自己最高の打率。307でベスト109位に入り、同年からのリーグに連覇に大きな役割を果たす。2番を打つ機会が増えた1972年は打撃が低迷したほか、ビル・ソーレルの入団もあって、出場機会が減少し、前年3割を超えた打率が、231に下落。巨人との日本シリーズは、前半3戦に先発を外れるが、 10月28日の最終第5戦では、高橋十三から自身のシリーズ初本塁打を放つ。そのオフの契約公開では、大熊の懸念に反して400万円近くの年俸像となり、2番の価値を認めてくれるんだったら、もっとやってやろうと福本をアシストするための練習に取り組んだという。鉄壁の守備で球場のフェンスに当たったクッションボールをうまくさばき、 二塁打を食い止めて単打止まりにした。アンダ製のライナーも何度もノーバウンドで補給し、ナインたちは影の MVP とも呼んだ。1974年6月からは二番打者として復活し、福本曰く上田理事が監督に就任した同年から福本、大熊のコンビが定着したと記している。福本が盗塁を起とし、スタートが歩ければカットし、 微妙な場合は空振りするなど、巧みなアシストをし、二塁に達した後は、バントや右打ちで三塁へ進め、福本からも、有能なサポーターと絶大な信頼を受けていた。福本は、大熊が二番打者であった1974年から1977年までを、僕の野球人生で、最も充実していたと振り返っている。大熊自身は、つなぎの理想は、中日ドラゴンズの中年を、 高木森道の1.2番と述べている。1975年の広島との日本シリーズは26打数7アンダゴ打点と活躍し、球団史上初の日本一に貢献。1976年のオールスターゲームでは7月18日の第2戦で、三浦俊夫と対戦。前半戦の段階で首位であった巨人とおそらく、日本シリーズで対戦するだろうと思い、 打席からニューラを観察。7分袖のアンダーシャツから血管がよく浮き上がっており、速球の握りの時は特に血管が、はっきりと浮き上がっていたため、血管の動きを見て、左翼席庫への本塁打を放った。同年の日本シリーズでは10月25日の第2戦の5回表、2から1で迎えた半球が1四万塁のチャンスをつかみ、大熊に打席が回ってきた。この時に、ベンチから、 ヒットエンドランのサインが出て、大熊は先発のクライドライトの右に緩いゴロを打ったが、ライトはエンドランがかかっていたために、本類へも三類へも投げることができず、仕方なく一類へ投げて、大熊をアウトにするしかなく1点が入った。1977年の日本シリーズでは、前年のオールスターで、ニューラの癖を知ったことが活かされ、10月27日の、 第5戦で先発したニューラから6回までに4点を奪ってノックアウトした。21打数6アンダを記録してシリーズの技能賞を獲得し、3年連続日本一に大きく貢献。自身唯一のタイトルとなるダイヤモンドグラブ賞も受賞したが、1978年4月30日のロッテ戦で村田長次から頭部直撃の支給を受けて交代。 12針を縫う、大怪我をしたことが引退への大きな転機となり、美の田工事に左翼手の定位置を譲る。1979年からはコーチを兼任し、1981年10月4日の西本幸男監督退任試合の近鉄戦で1試合だけ、守備につき、同年限りで現役を引退。引退後は阪急、半球、半身でコーチを歴任。コーチ業の合間を縫って、 毎日放送、ダイナミックナイター版、版、ベースボール、ジャパンメジャーベースボール解説者を務めた。コーチ1年目の1982年オフには、メキシカンリーグに40日間留学し、三類、ベースコーチを務めた。死球が飛び交った1998年8月2日の巨人戦では、報復的死球を与えた、牧原博美に飛び蹴りを喰らわせて、退場処分となった。 阪神対談後は、ガオラ、劇。阪神タイガー,アース中継プロ野球中継タイガーズ、愛解説者の傍ら、プロ野球マスターズリーグの大阪ロマンズでプレー。2010年には解説業と並行し、日本女子プロ野球機構の京都アストドリームス、初代監督を1年だけ務めた。また、歌が上手で、阪急時代にチームのメンバーとレコードを発売したほか、 現役引退後に演歌のレコードを発売したことがある。現在は池田バッティングセンターにて毎週木曜日にコーチをしている。あー王者、山口隆加藤秀治、山田久志と合唱。ありがとうございます。